イノコズチは、ヒユカイノコズチ族の多年草。日の、あまり当たらない場所に生える雑草。日向いの小ズチに対して、日陰イの小ズチとも言う。和名イノコズチの由来は、茎の節が膨らんでいて、イノコの膝のように見えることから、これを土に見立ててこの名がついた。別名、節高、コマの膝とも呼ばれる。平安時代中期に編纂された、演技式には、コマの膝。 く高だかという名前での記載が見られる。日本の地方によって、刺し草、のさばりこ、ぬすびと草、ものぐるいという方言名でも呼ばれている。中国植物名では、イノコズチという。北海道を除く、日本の本州、四国、九州に分布する。古来より日本にある植物で、林内、山の、露房、藪など至るところに生えている。イノコチと呼ばれる植物は、 細かくは日陰に生える日陰の小槌と、日向たを好む日向たの小槌の2種類があり、普段よく目にする胃の小槌は日陰の小槌の方である。多年草。茎の断面は四角形で節が硬い。草丈は高さは1メートル近くになる。葉は耐性して、先の尖っている。楕円形。長さは15センチメートルほど、両面に毛がある。日向たの小槌よりも、 花質は薄く、毛は少ない。花器は夏から秋にかけて、茎の上部、または溶液から10から20センチメートルの細長い、水上花状を出して、地味で目立たない緑色の小花を多くつける。小さく尖った包葉は、花の基部に2個あり、果実の熟語も小鈴となって、果実の外側に2本の棘状となって残り、 外側に向かって少し反り返って動物や衣服に付着し、それによって種子を散布する。果実は放火で花後に閉じた火皮片に包まれて果軸に下向きにぴったりつく。長大円形の果実の火皮は膜質で中に種子が1個ある。イノコズチの根を乾燥させて作った漢方薬をイノコズチと言い,い、利尿、強制、通性、通契薬とする。 また俗感では打体薬としても使われたこともあったと見られているが、これら有効成分はよくわかっていない。イノコズチは秋に根を掘り取って、天日乾燥して調整される。民間療法では、生理痛や関節痛に、イノコズチついた治療 5g を 400cc の水で、煎じて3回に分けて服用する用法が知られている。ただし、妊婦への服用は禁忌とされている。 第二次世界大戦中の日本では、戦時下の食糧難で食べられる雑草として、夏の七草の一つとして、食用を推奨されている。この時選ばれた滑りヒユやイノビ湯とともに、アクが少なく、サラダや調理して、一般の野菜同等に使うことができる。イノコズチ族、ありがとうございます。